なんかこういう感じとか、なんかこういう感じとかなんですか。いやーやめてしまえ。おはようございます。おはようございます。今日はあれですか、私服ですね。はい、ちょっと一周待ってもらってあ、こういう感じなんですね、私服は。あ、そうですね。あ、そうなんだ。これを着てほしいんですけど、はい、あのさっきさん、なんか T シャツとか持ってきてます。あ、はい、本当ですか。じゃあ、はい、T シャツ着てもらって、はい、で、なんか下とかもあります。はい、あのスパッツ。あ、スパッツ、はい、はい、それの状態でじゃあここに集合してもらっていいですかね。あ、スパッツ短い。あ、ほんとですか。それの状態でじゃあここに集合してもらっていいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。佐々木さんです。よろしくお願いします。今日はちょっと柔道着ていただけるということで、はい、あ、はい、ありがとうございます。あ、髪色変えました。あ、髪色、そうですね、変えましたね。はい、髪色変えましたね。髪色、そうですね、変えましたね。写真ちょっと撮らせていただいていいですか。はい、すいません。はい、あ、それいいですね、こういう感じで帯をギュッとしてる感じ。あ、じゃあいきますね。はい、チーズ。あ、いいですね、いいですね。はい、チーズ。で、なんかこういう感じとか、はい、なんかこういう感じとかなんですけど、どっちがいいんですかね。あ、でもよくこれ見えます。あ、じゃあそれで、はい、はい、縦でちょっと次いきますね。はい、すいません。はい、お願いします。はい、はい、チーズ。あー、いいですね。あ、そっか、結構いいな。正座も取っていいですか、ね。あ、はい、柔道ってなんか正座して。あ、確かに、そういう感じで、で、ちょっと、はい、関さん、これちょっともうちょっとこうした方がいいですね。はい、こうしてこうして、はい、相手をこう睨む、睨む、睨む感じでお願いします。はい、もうなんかこっち見てもらっていいですかね。はい、はい、横から撮る感じで、はい、はい、チーズ。あ、いいわ。大丈夫ですか、サイクル。すごい。大丈夫ですか。なんか慣れてますね。いやいやいや。写真集とか出されてます？出してないです。あ、出してないですか。写真集出す予定とか。ないですね。ないですか。やっぱなんかくぐった方がなんか、はい、佐々木さんいいっすね。あ、っぽい感じですか。うん、なんかもう一回写真撮るしますね。すいません。じゃあこういう感じでいいですか。はい。あ、それもいいですね。はい。いいな。縦でいいですかね。はい、ちょっと待ってください。はい、なんか違うな。なんか違うっすね。なんか違う。なんだろう。なんやろうな。なんか違うっすよね、先輩。なんか違うっすね。うん、なんか声とか出してます。多分声が出てないとなんかその本気感が伝わってこないというか、礼して。初めって言われたら、よし来いみたいなこと言うんですよ。よし来い。じゃあちょっとよし来い。よし来い。って言った瞬間に撮っていいですか。わかりました。はい、お願いします。はい。で、僕は初めって言うんで、はい、よし来いって言って、そこバーンと撮るんで。わかりました。失礼します。はい。失礼します。はい。初め。よし来い。むちゃくちゃ良かったです。あ、本当ですか。はい、よかった。臨場感が出ますね。そうです、そうです。やっぱり本番が一番いい写真撮れるじゃないですか。まあ、確かに、はい、そうですね。あ、やりますよ。あ、大丈夫です。はい、あ、もう覚えたんで。あ、まあ、はい、ありがとうございます。あ、ま、前からです。あ、前から、はい、やります、やります。はい、ありがとうございます。で、こうで、うん、あ、それがまたいいよな。そのこう合わせない感じもいい。いや、分かなかったらやるんでね。はい、あ、ありがとうございます。で、いや、やりますよ。あ、大丈夫。はい、ありがとうございます。あ、でもちょっとちゃうかも。あ、違いますか。あ、違う、違うっすね、それは。はい、それ違う、はい、ちょっとやります。あ、分かった、こうだ。あ、違う違う違う。本当、あの、本当に違うんですか。あの、はい、ちょっと、あ、本当、あ、じゃあ、こうですか。上のやつを下に入れていく。あ、
わかりました、はい、こうですか。なんか違うな。なんか違うんですか。なんか違うねんな。どうしようかな。あ、こうだ。あ、まあまあまあ、そうですね。まあやってあげてもいいけど。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。まあやってあげてもいいけど、もうタックルはもう世界一なわけじゃないですか実際。あと投げれたら。そうですね、投げ覚えたいんですよ、ちょうど投げ。ちょっとじゃあ、はい、教えますか僕が。お願いします。はい、はい、レスリングってやっぱタックル入ってくるじゃないですか、はい、相手が、はいはい、ちょタックル入ってきてください、はい、こう来るじゃないですか、これで払い巻きは。ああ、 外国人の選手は得意ですね、はい、こうやってこうタックル入ってくるじゃないですか、はい、相手がタックル入ってきたのを利用して、はい、あ全然違いますね、あの普通の女性と。入ってきてください、はい、入ってきたらこのままこう払い巻き。いいです。どんまいさん、あのバスが来た時もめっちゃかかってましたよね。そうです、そうです、そうです、あれちょっと受けるんですよ、ちょっと受けるんですよ、ちょっと、はい、かけてきて、はい、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、でも強かったですね。そう、そう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 、コーチ、そう、前来たらしよ、コーチ、で前来たら、じゃあドンマイカバタ対須崎優で、はい、柔道対決ということで、はい、お願いします。お願いします。始め、近い近い、いやーやれ、強い強い、よし、ここが今こういう風にやってたから、はい、ガラガラに開いたから隙ができたんです。そうです、はあ、もう一回やりましょうか。はい、お願いします。勝てるまです。はい、お願いします。お願いします。お願いします。よし、来い、よし、来い、じゃあいきます。はい、もう一回いきます。はい、はい、全然投げてた。強いでしょ。はい、あと須崎さん、はい、一つポイント教えると、はい、行きますって言わないで、はい、分かっちゃうから、はい、はい、お願いします。あのカレンダー、はい、もう自分1月なので、はい、終わっちゃったんですけど。マジですか、はい、ありがとうございます、はい、あとこれは、はい、あの応援タオル。応援タオル、はい、え、待って、これすげえ、これで、はい、次あの試合とか応援していただいたときに。次いつ試合なんですか。次6月です。あ、絶対見に行こう。あ、 ありがとうございます。 これでもうこうやって俺が観客席で、はい、あ、 ありがとうございます。こうやってやる、はい、あとあのこれ T シャツなんですけど、はい、そしたら、はい超いいじゃん、何これ。え、これ開けていいですか。はい、え、くれるんですか。はい、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。やばくない、これ。やばいっすね、すげえ。はい、よかったら。めっちゃ嬉しいんですけど、これ非売品ですか。あ、なんか海外の方が作ってくださって、はい、それで、これでインスタとか撮ってもいいですか。はい、マジですか。ありがとうございます。これは良くない。チャンネル登録よろしく。